北陸本線を走った機関車たち第3話 EF81 日本初の 60Hz 商用交流電化北陸本線を走った車両たちということでお話をさせていただこうと思います。しばしお付き合いのほどよろしくお願いいたします。北陸本線で活躍した万能交流直流機関車 EF81、 今回は北陸本線を走った高直流機関車として EF81 のお話をさせていただこうと思います。EF81 誕生の経緯、検討された制御方式、初現性能、EF81 詳細解説、EF81 の買い種、300番台、400番台、といった内容でお話をさせていただこうと思います。しばしお付き合いのほどよろしくお願いいたします。昭和42年頃から国鉄では昭和44年10月電化開業予定の北陸線糸魚川直江津間の電化に合わせて高直流機関車の開発を行うことになりました。そこで仕様等について以下のように検討されたそうです。機関車の方式はチョッパ制御か抵抗制御かということで、 ED 型の中間台車方式でのチョッパ方式と抵抗制御方式、もしくは六道軸のチョッパ方式か抵抗制御方式というね、この2つが考えられました。で、EF81 の改良型で抵抗制御にするのか、EF65 をベースにするのかということも検討されたんですけれども、最終的にはですね、抵抗制御式の F 型ということで、EF65 型をベースにですね、考えていくというふうに決定されました。次にですね、EF81 型の主要な所限ですね、これを見ていただこうと思います。まず軸配置はね、BBB の6道軸で、電気方式は単相交流の2万ボルト、56Hz 共用です。セドス直流の1500ボルト。電長が約19メートルですね。電幅が2900ミリということで、電高が4221ミリです。ほぼほぼね、車両限界使ってます。運転整備重量が 100.8 トンで、台車が BT138 と139型といわれる。で、動力伝達方式は吊り掛け式。で、主電動機は MT52A が6個ということでね、なってましたと。ということで、抵抗制御をせたの3段組み合わせというのは、これ直列、並列、直並列のね、この組み合わせということですね。で、弱め開示ということで、ここですね、ちょっとただですね、ここの425kW の主電動機、2550kW なんですけども、これ直流間での出力で、交流間ではね、2360kW になります。いずれも1時間定格出力ということで、詳細ちょっと横に書いてるんですが、超パ、ほ、あの、交流出力がですね、小さくなるのは、脈流が残るためね、脈流を許容するために、電流では制限されてますと。ということで、交流出力が570アンペアに制限されることで、出力がね、ちょっと下がってしまうということです。あと、なぜチョッパー方式が採用されなかったのかっていうことなんですけれども、性能面ではチョッパーが優れてるんですけども、実際、昭和40年にはチョッパー方式の試作車、ED93 型、並びに ED94 型っていうのがね、誕生しておるんですけども、開発期間を短くですね、昭和44年7月には車両を投入するという必要があることから、手堅い方式としてね、EF65 をベースとした抵抗制御方式が採用されています。EF81 の外観図をね、見ていただこうと思います。それでですね、EF81 は寒冷地を走ることから、特に耐寒耐性装備をね、十分考慮した上で軽量化を図るということになってましたと。で、EF65 よりもですね、わずかに5%の重量増加で収まったというふうに言われています。で、なお試作車は、助手席側にですね、タイフォンが設置されていました。それはね、量産回路で消えてますけども、当時のね、そういう話があったとしていただければと思います。詳細はですね、次のページでお話をさせていただこうと思います。豪雪地帯を走ることから耐寒耐性装備は十分配慮するとなっています。パンタグラフ以外の突降機器ですね、暖炉機、空気遮断機、硬直切換機などは室内に装備し、電気連結機、空制部品、砂巻機などにはヒーターを取り付けますよと。で、交流区間における故障対策として、交流区間において無負荷電圧上昇による故障というのがあったそうです。これちょっと難しい、専門的な話です。私もそこまで詳しくないので、うまく説明できないんですけれども、
モーターとかをですね、まあ、通すことで本来はその電圧ってのはこう下がるんですけども、直接トランスファーからですね、電圧が流れたりすると、電圧が逆に上がってしまうということがおかしくて、まあ、そういう故障があったので、まあ、周辺圧器の特性を改善するとともに、補給類、まあ、送風機、圧縮機、油ポンプなどの、まあ、電源の MG は電車用の冷房用電源の 90kVA の方が採用されていますけれども、それ以外の蒸気補給類ですね、は誘導電動機を使用してメンテナンスフリー化を図っていますと。実は MG っていうのはもう電動発電機っていうのはですね、言うては直流発電機みたいなもので、というか同じようなもので、ブラシっていうのを使ってますので、その保守がね、結構手間なんですね。ですので、それをまあ少しでも小さくしてですね、使用頻度を減らすというか、使う容量を減らすことでね、少しでもこう保守の手も省こうというようなところが考えてます。あと、誘導電動機っていうのはご存じのように、ブラシがないので、メンテナンスフリーなということでね、これも非常に重要な特徴です。あと、軸重を制限内に収めるための新設計を行う機器は小型化すると。主成流器には大容量の平型素子を使用し、客車暖房用インバーターを主成流器と一体にして油冷却し、コンパクトな箱に収めること。抵抗器は山形抵抗片 EF63、60の同様な形を使用し、主平滑リアクトルを強制冷却するなど、機器の小型化を図っています、というふうになっています。さらに詳細解説もう一つ続くんですけれども、あと、日常の保守を軽減するための無接点化を図ることとするとして、 MG 以外の補給には先ほど申しました通り、誘導電動機を使用するほか、遮断機や保護軽電機等を無接点化すると。あと、日常保守等を低減するために機械部分の修道部分を照らす工夫がされていますと。また、粘着性能を向上させるために再粘着空気ブレーキを取り付けるというのがあってます。空転検出時に自動ノッチ戻しによる再粘着のほか、空転台車に対して短時間空気ブレーキをかけることで再粘着を行わせる。なお、空転軸が再粘着したらブレーキを緩めるが、この装置は通常の空気ブレーキの回路とは別の回路で構成されているが、ブレーキシリンダーなどは共通化しているというになっています。また、直流化の暖房装置は従来の MG に変えて無接点化を図るためインバーターを採用しています。これはですね、インバーターを採用したっていうのがね、 EF81 の一番大きな特徴です。だから MG を本来だ300、まあ、充電でしたら320キロとでかいやつだったんですけども、これをやめちゃったんですね。これが非常に大きな特徴です。で、以後のですね、硬直流機関車とか、直流機関車なんかもね、 SG に変えてインバーターを取り付けたいっていうのもね、増えてきましたけども、ここの最初にですね、インバーターをね、EF8 と挿入した。これがね、一つのきっかけになっております。さらに詳細解説続きますけれども、固定編成特急客車及び高層貨車を、ね、牽引の設備をつけます。羽越線交流電化の時点にも使用できるように、交流は50、60Hz の許容としています。機器はパンタグラフ暖炉機、硬直切換機、空気遮断機のように室内型に新設計して変更したものや、主変圧器、平滑リアクトなど新設計ですが、付属部品につきましては共通品を使用しています。単位スイッチ制御機などは最近の直流機の改良型を使用して標準化を図り、送風機、ターボファンや圧縮機などは最近の交流機に使用している標準品を用いています。パンタグラフは下顎交差式の PS22 ですが、空気上昇バネ加工式となっています。従来の電気機関車用パンタグラフはバネ上昇二重加工式だったそうですが、加工させた際に加工したフックにうまくかからずですね、再び上昇して事故を起こした事例があったことから、構造を変更しています。次ですね、EF81 の知ったかぶりっていうことでね、ちょっと話をさせていただこうと思うんですけども、ちょっと上にですね、 EF65 と EF81 のですね、ちょっとまあ写真のね、模型の写真をちょっと並べさせてもらったんですけれども、実はですね、細かいところでは EF65 と81ではですね、台車の長さがね、若干異なりますということで、上のね、写真をよく見ていただくと分かるかと思うんですけども、ちょっとね、EF81 の方がですね、台車が短くなってるんですね。
で、EF65 の台車というのは、軸距離って、その台車の台車の長さですね、が2800ミリあるんですけども、EF81 の方はですね、2600ミリとね、20センチ短くなってます。で、それによってですね、台車側の空間がですね、一端側、1側ってやつですね、では、バッテリー箱およびですね、90キロボルトアンペアの MG 用のリアクトリや抵抗器っていうのをね、吊り下げており、2次側にはですね、元空気だめ及び空性部品箱ということで、チリコシとか薬師弁、コックリなどがですね、配備されているということで、いずれもで、こういうふうな空性部品に関してはですね、保温してね、機器の凍結、固有を防止するようになっていますというふうになってましてですね、ちょっとこの足元がね、若干、81の方がですね、隙間が空いているというのをね、ちょっと知っていただければなって思います。もう一つですね、EF81 の知ったかぶりパート2ということでね、EF81 の運転台車で言うと EF65 に似てるんだよっていうことでね、お話をさせていただくと言います。EF65 をベースに作った EF81 ですけれども、EF81 ってのは EF65 の試作車、EF90 が誕生してからね、試作されてますので、運転台に関してですね、EF66 に準じたね、仕様になっていますということで、信頼性の向上のためですね、計器板が横一列になって、ブレーキ弁も小型化されてますと。ちょっと画像がないんでね、一応イラストで書いてるんで、ちょっと見にくい、比較はしにくいんですけども、65はですね、ちょっとこう狭い場所に6つが並ぶ、上下に並ぶというイメージだったんですけども、81の方はですね、横にね、一列に並ぶ、そういうふうなね、変わってました。で、それでですね、6号の方はそれでさらに、助手席、違う、運転席のですね、左上の方に、確か速度計があったと思うんですけども、そういうのは、81はですね、ど真ん中に速度計が来るということでね、パッと見てすぐ分かる、そういうふうなね、形に変わってました。EF81 の異端車300番台、400番台ということでね、お話をさせていただこうと思います。EF81 には、関門トンネルの EF30 のね、動尾目的で、ステンレスボディをまとった、EF81300 番台が昭和49年に製造されました。で、昭和53年10月にはですね、ちょっと貨物が減ったということで、常磐線、水戸線のね、EF80 置き換えの目的で、内号機関区にですね、300と302が転出しています。で、昭和60年にはですね、再び EF30 が淘汰されるということで、もじき関区に戻ってくるわけですけども、最終転入後もですね、300と302はですね、塗装され続けてね、出場しているっていうふうになってます。で、あと400番台の方なんですけども、こちらは改造車ですね。EF81 の若番を中心にですね、ごめんなさい、体感じゃなかった、塩水のね、漏水が関門トンネルありますので、それを避けるための防水っていうか、防錆塗料ですね、そういうのを屋根上に塗ったりとかですね、して、塩害防止のね、そう措置を施した機関車です。ただし、外観はですね、ステンレスのボディに置き換えるとかではなかったので、そのまま従来のね、車両の塗装のとなってます。あと、電気連結器じゃなかった、ごめんなさい、電気暖房のね、装置などはですね、基本的にいらないということで、撤去の方されている機種もあります。ということで、300番台と400番台の方ね、お話をさせていただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。この記事気に入られましたら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。なお、ご意見、ご要望もコメント欄にいただけると嬉しいです。あと、鉄道技術昔バーシも交流機関車発掘しということでね、改めてアップする予定にしておりますので、どうか、お楽しみにお待ちください。ありがとうございました。